はいどうも、皆さんこんにちは。ドラクエ大好きチャンネルのシャマと申します。今回はドラクエ11全キャラ性能解説マルティナロー編ということで、この2キャラを解説していきます。性能面やステータス面、武器種とスキルパネルなど細かく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編いってみましょう。ということで、まずはマルティナから解説していきます。HP、力、素早さ、器用さが高く、従来のドラクエにおける武道家的なポジションのキャラとなっています。特に加入からしばらくは HP の高さがポイントで、装備面は普通くらいなんですが、戦闘においての安定感は高いですね。呪文は一切習得しませんが、イベントにてデビルモードっていうものを習得し、これはバーニー・マルティナに変身してステータスと耐性を強化することが可能なんです。様々なステータス強化が優秀なんですが、上昇は1段階なので、アタッカーとしてはもう1段階上げたいところですね。追加で倍視音をかけるか、戦闘開始時に低確率で倍視音の効果のあるブラッドスピアなどを装備するなどして対応したいです。 MP は低く、その割に消費 MP の多い特技も多いので、 MP 不足には常に悩まされます。ここはアクセサリーなどでカバーしていくっていうのが重要になってきます。器用さの高さから会心率も高く、爆発的な火力が魅力のセクシー火力担当となっています。ということで、スキルパネルから習得特技も見ていきましょう。武器スキルは爪と槍、そして固有スキルの格闘とお色気、この4つのパネルで構成されています。まずは爪スキル。爪自体の会心率の高さと HP 吸収効果によって火力と耐久を両方確保できる優秀なスキルなんです。特に単体相手には大きな効果を発揮するとき、これが多いですね。爪パネル中央のタイガークローは、敵一体に通常攻撃1段目の 1.3 倍足す 1.2 倍足す 1.1 倍のダメージを与える特技。爪スキルのメインウェポンであり、自身の高い会心率と爪の会心率がヒット数の多さと相性が良く、倍率以上にダメージが伸びることもあります。消費 MP が10と少なくはないんですが、他のマルティナの特技に比べればまだマシな方です。 HP 吸収と合わせることで攻撃しながら回復っていうのが実現できますね。パネルの左上には、攻撃時 MP 回復効果のあるウィッチネイルが存在していて、これもなかなか強力です。与えたダメージに応じて MP を回復するという効果を持っていて、 MP 枯渇が起きやすいマルティナにとってはありがたい特技ですね。イベントにてパネルが拡張された後に習得できる秘密パネル、サイクロンアッパーは風属性プラスレベルに応じた固定ダメージっていうもので、タイガークローで打点は間に合っているので使い道はあんまりないですね。次に槍スキルのスキルパネルについても解説していきます。槍スキルは爪よりも攻撃のバリエーションが多いことが強み。範囲攻撃の薙ぎ払い、メタル狩りの一閃突きと雷光一閃突き、ボスへの打点になるさみだれ突きと氷結乱撃といった感じで、非常に強力なスキルが揃っております。特にさみだれ突きは装備時攻撃力アップのパネルとも近く、中盤以降のボス戦における火力としてかなり優秀なので、槍で育てる場合は早めに必ず習得しておきたいところです。ただし例に漏れず消費 MP の重さがネックとなっております。パネル拡張後はジゴスパークも習得。敵1グループに雷属性の攻撃を行い、一定の確率で雷耐性ダウンと麻痺効果を付与します。威力や追加効果も非常に強力で使いやすいんですが、こちらも消費 MP が多いので連発できないのが残念なんですよね。そして次に格闘スキル。常時ステータスアップ系のパッシブも多く、取得するだけでマルティナを強化可能といった感じでお得なパネルが多いです。ドラクエ8の格闘スキルとは違って、武器を装備した状態で習得特技を使用可能なので、その他の武器スキルと並行して運用していくのがおすすめとなっています。この中で注目しておくべき特技は真空蹴り。敵1グループに通常攻撃の 1.2 倍の風属性ダメージを与える特技で、なんと消費 MP が2という超天然ピュア技。ダンジョンの攻略時、マルティナの MP を温存しつつ範囲攻撃を行いたい時に重宝します。そしてもう一つ、爆裂脚。これはパネル解放後の隠しパネルにある特技で、通常攻撃の 0.5 倍の威力の攻撃を7回繰り返すというもの。合計倍率 3.5 倍に加えて会心発生率の高さが合わさると、サミダレ好きと同様爆発的な火力となります。また装備の攻撃力やパッシブの効果も乗る上、バイキルトの効果も乗るんです。その割に消費 MP はサミダレ好きよりも低い10。コスパ良すぎです。
ドゥーランダ山で手に入るソーサリーリングをプラス3まで強化すれば、戦闘終了時10回復できるので、無限爆裂客マシンが誕生しますね。そして最後にお色系スキル。名前的にちょっとお遊び的なスキルかと思いきや、かなり実用的なんです。特徴としては魅力の上昇パッシブと魅力に威力が依存する特技の習得が挙げられます。隠しパネルにあるセクシービームは魅力の数値に依存して敵単体にダメージを与える特技。ダメージ規定の特技なので、守備力の高い相手やマヌーサなどで幻惑状態になってしまった際に有効です。 11S ではボイス付きになってもう最高なので、ぜひ試してみてください。とはいえメインウェポンとして運用していくほどの性能ではないので、スキルポイントに余裕があれば習得しておきたいくらいですね。そして次にスキルパネル解放後の隠しパネル、サキュバスウィンクとピンクサイクロン、こちらも外せませんね。サキュバスウィンクは魅力に応じたダメージを敵全体に与え、一定確率で相手を眠らせつつ自身は与えたダメージの 6% の HP を回復するという特技。こちらも無属性の規定ダメージで相手の耐性などに左右されず、その上で行動制限と回復までついてくるっていう要素てんこ盛りな攻撃となっています。ただその分消費 MP は24と重いので、アクセサリーでカバーする必要はありますね。そしてもう一つはピンクサイクロン、敵全体に魅力依存の風属性ダメージを与えて、その上で魅了も付与する効果。こちらはサキュバスウィンクと比較しても魅了に依存する上昇値が高く、その魅了の高さがポイントのマルティナにとっては習得タイミングから他の全体攻撃よりも高いダメージが期待できます。またマルティナの装備には魅力を補強する装備も多く揃っているので、終盤まで安定して使いやすい強力な全体攻撃特技となっております。ということで以上がマルティナのスキルパネルで覚えておくべき特技でした。マルティナについてもっと知りたいという方向けに、もう少しキャラクター的部分を補足すると、初めて出会うのはグロットの仮面舞踏会、旅の舞踏家として登場し、神をも圧倒する蹴り技を披露します。その後ユグノア王国後にて正体を明かし仲間となります。その正体とは、主人公を悪魔の子として追いかけるデルカダール王国の現王女。主人公の父アーウィンと母エレノアとも親交が深く、魔物に襲撃されたユグノアから主人公を逃がしたのもこのマルティナであるということになっております。この時に主人公の手を離してしまったことをマルティナ自身はかなり後悔していて、二度と悲劇を繰り返さないよう主人公を守ると近い行動を共にします。しかし旅をするにつれてその心情は変わります。世界の異変後はグロッタを支配していた魔王軍六軍王の一人ブギーに敗北して、バニーの姿で働かされていました。しかし主人公がブギーを撃破しマルティナを助け出すと、しばらく見ない間に随分頼もしくなったと成長した主人公に声をかけます。ここで守られるだけじゃない勇者としての主人公に気づき、守るではなく共に戦うことを選択します。まさに守れなかったあの日を克服した名シーンでもあり、個人的にはドラケイレブンではかなり好きなシーンになりますね。その証拠に初めは主人公のことを君と呼んでたんですが、このイベントの後からはあなたと呼ぶようになりました。こういう細かい描写がドラクエオタクにはたまらんのです。ということで次に解説していくのはローです。 MP 攻撃魔力回復魔力がそれぞれ伸び、それに伴い攻撃呪文と回復呪文を両方習得するドラクエシリーズにおける賢者的な立ち位置のキャラとなっています。特に最大 MP はあのベロニカを上回るほど、しかもそれだけではなく爪スキルを携え物理も可能という幅広い戦略の持ち主でもあります。故に初見攻略時などではローに何をさせればいいのか分からず、うまく運用できなかったプレイヤーもいるのではないでしょうか。今回の解説を見てローの強みについて改めて理解していっていただければなと思います。習得呪文は各種回復に加えて状態異常からの復帰や蘇生、ヤド系やドルマ系の攻撃呪文を習得します。ベホマラの習得がセレーニャよりも早いのが魅力。さらにはラリフォーマやヘナトス、ルカニといった優秀なデバフ呪文も持ち合わせていて、あらゆる状況に対応可能となっております。プレステ4版やスイッチ版ではキャラクターの行動を選択するとすぐに行動に移ってくれるという、これまでのドラクエとは違った行動選択が求められるので、状況に応じた行動が取れるっていうのはそれだけで強みになりますね。それではスキルパネルを解説していきます。パネルは武器スキルに爪と両手杖、そこに固有の悟りスキルを合わせた3つとなっています。まずは爪スキルから解説。装備時回避率の上がる効果や会心率の上昇パッシブがメインで存在しています。
その他特技に関してはマルティナと似たものも多いです。先ほど紹介したタイガークローもあって単体火力としてはそこそこ。加えて物語後半、スキルパネルが拡張された際にはさらに強力な特技を習得するんですが、ロー自身が呪文メインで戦っていきたいキャラなのでコンセプトと絶妙にマッチしておらず、爪スキルの良さを出し切れないっていうのが残念なんです。パネル解放後習得できるゴールドフィンガーは敵一体に通常攻撃の約 2.5 倍の威力で攻撃しながら強化効果を打ち消す特技です。使い勝手は悪くないんですが、いかんせんロー自身が同じ強化打ち消し効果を持つ霊の洗礼を習得してしまうっていうのが何とも言えませんね。そして攻撃面はライガークラッシュが魅力的。これは敵一体に通常攻撃の 4.5 倍の攻撃を繰り出す特技で、非常に高倍率の砲撃技となっています。消費 MP は24と重いんですが、ローは呪文で戦うキャラということで、MP も多いので、あまり気にせず使えるというのが強みとなっています。単体打点としては優秀なんですが、そこまでスキルを伸ばすのが結構大変で、それであれば他のスキルを伸ばしていきたいので、爪はそこまでおすすめできないかなといったところ。個人的にストーリーで初見の時は爪スキルに振ったんですが、って感じでしたね。ただ他のスキルパネルであっても爪スキルを経由しないと取得できない特技やパネルもあるので、完全にスルートまではいきません。対して両手杖スキルはローのキャラ特性と非常にマッチしていて優秀です。特にパッシブによる数値上昇が素晴らしく、最終的には攻撃回復魔力 MP が60も上昇。賢者枠としては確実に取得しておきたいところです。特技はそこまでパッとはしないんですが、復活の杖はザオリコを覚えるまでの蘇生手段として重宝するので覚えておいて損はないかと思います。最後に悟りスキルですが、こちらも優秀なものが揃っていて、ローというキャラを完成させるには必要不可欠なパネルが多く存在しています。攻撃回復魔力 MP などの上昇パッシブも強力ですが、初期習得で MP パサーと癒しの雨などを使いやすい特技が揃っています。MP パサーはマルティナのガス欠を防いだり、セーニャの回復呪文使用を継続させたりと様々な場面で活躍。癒しの雨も呪文が使用できないフールフール戦やボス戦で初手使用にてパーティーの生存安定率を上げることで非常に強力です。パネル拡張後は無限の悟りマヤデドスとさらに1段階上の特技も習得します。無限の悟りは使用者の攻撃魔力と回復魔力を2段階上げる効果。攻撃も回復も同時に準備できて、特に全体回復がベホマラ止まりなローにとっては非常にありがたく重要な特技です。パネルの位置的に爪スキルを経由しなければ取れないので、その点だけがちょっとネックかなといった感じですね。はい、というわけで以上がローのスキルでした。全体的に呪文使用メインで育てた方が活躍できるかなといったところで、火力に期待というよりは回復サポートを主軸に置きたい。マヌーハやお祓いといった状態以上のケアもできて、主人公との連携、ユグノアの子守唄ではボスも眠らせることが可能かつ、ゾーン突入がローだけでも発動できるので、とんでもなく使い勝手がいいです。ということで、セーニャよりも回復は劣るものの、その他サポート面ではローに軍配が上がるといった評価となっています。はい、というわけで今回はマルティナロー解説してきました。次回は最終回、シルビア・グレイグ編になります。そちらもぜひご覧ください。それでは今回はここまで。次の動画もお楽しみに。バイバイ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もドラクエや FF といった指定2の名作 RPG の解説や考察を動画にしてアップしていきます。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。